アルストム・シタディス・マイナス・レイゴ・タカオトシシタディス電車前陳ン賞に納入された電車、高尾都市シシタディス電車は台湾で、高尾都市運の高尾ライトレールで運行される、超低小路面電車。LRT2 機の増備分として15編成の追加入札が行われ、2017年1月に、アルストム、 中国鋼鉄連合が1号でアーボスを納入した、スペインのカフを破り同社の超低小電車の、ブランドであるスタディスマイナスレーゴシリーズのうち3台車、5車体の305系列が採用された。2機事業の車両調達費用30億ニュータイワンドルの、うち、中央政府補助は15.35億ニュータイワンドル。第一編成は製造されたラロシェル工場から、アントワープへ陸送され、 そこから、キールン港への海上輸送を経て、2018年9月5日に、高尾市の全鎮気象に搬入され、同月末に2期区間での試運転を開始した。その後、第2編成が12月13日に、以降は2019年6月末に、最後の第11編成が搬入された。台湾では、台北都市運んばる256以来の、フランス製車両の調達となる。 納入以後は建設中の2期区間で試運転を繰り返していたが、2019年9月より既存開業区間でも夜間試運転を開始した。1期区間における過不使用の制御システムとの整合性試験を経て、2020年11月2日より既存開業区間での運用を開始。下地スノム連接車体3台車、使用305型をベースに、 同社の急速充電システムを追加し、駅間が全線無下線の高オライトレールに対応。黒主体の外観などを除き、機器仕様は先代、アーボスに限りなく近づけている。エキサジエボリューションはそれまでの超低小電車で、主流だった、車軸なし独立台車モデルではなく車軸のあるタイプで、構造の簡略化が、保守性の向上と軽量化をもたらしている、河川レスについては、 アルストムの従来の SRS ではなく、一機アーボスの、ニッケル水素キャパシタによるパンタグラフからの、急速充電システム ACR と仕様を揃えた、同社のリチウムイオン式、エコパックが採用されている。キャパシタは1モジュールにリチウムイオン2次、電池30セル、計4 8モジュールのパック2機を備え、出力は、出荷時が 9kWh で、100万回放電後の、 残量でも 7kWh の出力性能を確保している。アーボスと同じく駅停車時に次の停車駅までの走行電力の充電を20秒で可能としている。アーボスと比較して座席は編成全体で2席増加し、中央のスタンションポールは天井まで伸びず、半身分の高さにカードリーダーは両サイドの度合い横に変更され、1列車あたり6台に増やされている。 また座席も FRP ではなくモケット材が採用された。台湾で初の事例である第一期アーボスさんとの相違は以下の通り、全数が全鎮気象に配属される。ありがとうございます。